にちは。吉村ドラムスクールです。今日は EAD10 でのタムの音作りをやろうと思います。まずは EAD10 で何もかけない状態で叩いてみます。でしょうか。皆さんがスタジオで聞いてる感じよりもかなりタイトにしてます。タイトっていうのは結構ミュートかけてます。そしてですね、 EAD10 っていうのはマイクここにあるんですよね。これで見えるかな。ここにあります。なのでね、これここに2つついてるんですよね。こう向きとこう向きと、まあ、前回にもやりましたけども。そしてそこにタムがついてます。これね、マイク裏のヘッド拾ってるんですよ。生音でかなりミュートかけてるんですけども、実際は録音の時にコンプレッサーを 半分手前ぐらい、タムの録音の時はこんな感じでコンプレッサー半分ぐらいまでかけてます。だいぶ感じが変わると思うんですが、そしてリバーブもかけてみます。リバーブが、タムのリバーブはこんなもんかな。タムのリバーブというか EAD10 のリバーブですね。今ぐらいかけてます。そうするとミュートしてても、結構派手な感じで、聞こえるようになります。実際ライブだとこんなにミュートしません。もうちょっとミュート外します。ただなんせこのマイクタムに近いんで、あんまりタムが鳴りすぎるとこのバランスが取れなくなるんですよね。ですのでこの前の2つは特にめっちゃミュートしてます。そしてですね、フロアタムなんですけども、フロアタムはちょっとマイクから離れてますよね。これマイク近いとですね、すごくサスティン拾うんですよね。なのでタム2つはサスティンよく拾いますが、フロアタムは離れてるのでサスティンあんまり拾いません。なので生音でサスティン長めにしてます。チューニングして、まあこれも iPhone で撮ってみると、 iPhone の音だとタムの音が、かなり生音だとフロアはサスティン伸びてると思います。でも実際はマイクが離れるのでそこまでサスティン拾わないです。ちょっとサスティン多めにしとかないと後でちょっと寂しくなるんで。それとですね、実際叩くときはフロアタムは結構気合い入れて叩いてます。前の2つに比べてちょっとちっちゃくなるので。実際 EAD で叩いてみた動画を撮るときは、スネアを少し小さめに叩いて、タムを少し大きめ、フロアは結構大きめっていう感じでレベル調節してます。ライブではそんなことしませんけどね。
ちなみにコンデンサーマイクなんでシンバルよく開いますが、ライドシンバルはですね、この場所ここなんで、タムに隠れてるんですよね、マイクが。だからライドシンバルも結構頑張ってます。結構頑張ってちょっと聞こえるぐらい。いかがだったでしょうか。 EAD10 を使ったタムとフロアの音作りでした。普通のライブとはちょっと違う音作りにしてるのがお分かりいただけたと思います。ぜひ皆さんもいい音で叩いてみた動画を上げましょう。あとはいい音になるかならないかは叩き方次第です。叩き方もレクチャーしてるやつがあるのでぜひ見てください。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。またお会いしましょう。さよなら。